言葉遣いは誰でもいつからでも変えられる。それなら美しくて品があって、相手への思いやりのある日本独自の言葉、大和言葉を使ってみませんか？こんにちは、たえです。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございます。今日も大和言葉の勉強を一緒にしていきましょうね。皆さんと一緒に徐々に大和言葉を覚えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回第11回目の大和言葉は、お心にかけていただくです。今回は前回ご紹介した相手を思いやる大和言葉、ご自愛くださいやおいといくださいという言葉がけを相手からされた時に、どのような大和言葉で返したらいいかをご紹介したいと思います。例えば、風邪などを召されませんよう、ご自愛くださいねと言ってもらえた時に返す大和言葉としては、お心にかけていただきありがとうございますと返してみてはいかがでしょうか。心にかけるとは、気にかけるや気にするという意味を持つ言葉なので、お心にかけていただきとは、相手に対して感謝の気持ちを表現するために使う大和言葉になります。とても日本語の美しさを感じる言葉だと思いませんか？なので、普段から気にしてくれる相手に感謝を述べるときには、いつもお心にかけていただき本当にありがとうございますと伝えてみてはいかがでしょうか。なんだか心が入る大和言葉って、柔らかくて聞く方も心がなんだかホワホワする感じがすると思うのですが、皆さんはどう感じますか？ということで、言われたらホワホワするような心がつく大和言葉を探してみたところ、心置きなくがありました。心置きなくは心を置くの反対の言葉。心置くとは気を使うの意味なので、心置きなくは何も気にしなくてよいとか、安心して何かをすることができる状態を表現するために使われるので、例えば知人など誰かを家に招いた時に、どんなに親しい間柄でも招かれた相手はそわそわしたり落ち着かないものです。そんな相手に遠慮しないでくださいねという代わりに、心置きなくお過ごしくださいねと言われた方が安心できるというか、リラックスできると思いませんか？なんだか大和言葉にはリラックス効果もあるような気がしますが、皆さんはどう思いますか？はい、いかがでしたでしょうか？参考になった、また見たいよと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。これからも応援していただけたら嬉しいです。ということで、今回は気にかけてくれた人に対する感謝の気持ちを表現するときに使う、お心にかけていただくと、遠慮なくといった意味の心置きなくのご紹介でした。ぜひ使ってみてくださいね。それでは皆さん、いつもお心にかけてくださいましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。